でではですねさっきの,の、えー、と利子を分割していくという話をですねあの分割をどんどん細かくしていくと実は微分方程式というのが出てくるんですね。でそれをですねちょっとあの勉強しましょう。さっき言ったようにあのちょっと分割していくわけです。だから10日で1割、だから10日で利子10%のやつを n 分の10日で n 分の10%というねさっきの分割と一緒ですで。n が10だったら1日で1%、n が100だったらですね 0.1日で0.1%まあそういうふうにしてどん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 細かく分割していきますで。で利子をどんどん小さくしていってそうするとあのあのですねお金貸してる方の儲けは大きくなるんじゃないかというねそういうふうな計算をしてみましょう。で T 日後のですねえ借金を FT とおきますま。ここ今あのこの FT というのはだから借金の額ですね。 n 分の10日進むと、n 分の10%ですね。利子がつくんで、これさっきの計算と一緒です。今、t という時刻があって、t から n 分の10日進むと、借金は計算し直しますからね。細かく区切ってますけど、け計算し直、ま、しますから、どうなのかというと、ft にですね、1たす n 分の0.1、これをかけると。 0.1っていうのはこれ、だからこれ0.1っていうのは10%のね、トを小数点に直したやつです。ちょっと見にくくなって。で、あの、こうすると、最終的に t プラス、このですね、n 分の10日進むと借金の額っていうのはこうなりますよ、というわけですねで。これで n をどんどん細かくしていくんですけど、 まあちょっと N 分の字をデルタ T と置きます。で、デルタ T と置くとあの、先の上の式はですね、こういうふうに変形できるわけですね。この FT というのをこう左辺に持っていってですね、マイナス FT にして、マイナス FT にして、計算するとこうなる。で、これで両辺をですね、デルタ T で割ると。これの両辺をデルタ T で割ると、左辺はこんな式が出てきます。で右辺はまあこ,うこ,うこうなるんですけども、 このね、さっきのこの個々の n 分の10はデルタ t という式を入れると、こうなりますというわけですね。こんな式が出てきました。この式出てきて、で、分割をですね、無限にあの大きくすると、設けるためにね。で、n を無限大にすると、これはデルタ t を0にするということですで。そうするとここの左辺というのはですね、こうなるわけですけど、これ、あの、 え何かというと、微分ですよね。ですからこの、ここの左辺というのは、これは微分になる F の微分になります。だから、DFDT という微分イコール100分の 1FT という式が出てきました。で、これで、今何やりたいのか、F を求めたいですね、関数 FT を求めたいんですけど、この関数 FT というのは副理のです、ね、福利の計算からどんどん分割、細かくしていくと、こういう式が成り立ちますよ。 でこれを、これをですね、微分方程式と言います。だからあの微分が入っていてであの関数 F を求めるそういう方程式でこれ微分方程式というふうに言います。さあじゃあこの微分方程式を解けばですねあの分割をですね、細かくして利子をですねもう、あの 無限症の時間の間に利子をどん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 計算していくと、まあ、そういうふうなです、ね、仕組みをです、ね、作ってですね、であの金融業者は儲かるのかどうかというのをやってみましょう。でこれちょっと100分の1というのを A というふうに置きます。あここ書いてますね。100分の1を A というふうに置きます。それで、えっと、初期値を決めます。まあ、初期値って何かというと最初にいくら借りるかということですね。でさ初めの借金、今1万円でしたで。1万円って書くのちょっとめんどくさいんで A というふうに置いていきます。 で、まあ、以上の準備の下で、この微分方程式を解くんですけども、これはあの変数分離法というです、ね、やり方をやると簡単に解きます。これあの要するに、大雑把に言うと DF と DT というのをです、ね、あの分母分子というふうに見てです、ね、両辺に DT かけて積分するとで。左辺に F をまとめて、ですね右辺に F じゃない S をまとめると。まあ、そうすると、こういう積分の式が出てきて、これ両辺積分すると、 f 分の1積分したログ f、ね。で、a を、定数を積分するとこれ at ですね。あと積分定数 c が出てくるということになります。で、ログ f ですけれども、まあ、f を求めたいんで、ft はというと、これ両辺ね、えっ、ー、と、e、エクスポーネンシャル取ると ft は e の、ここの、ここのやつがここに来てますよね。e の at プラス c と。で、あの、 E の水乗を C' というふうに置きますと、FT=C'E の AT と、まあ、そういうふうに書けるわけです。はい、それでですね、あのさっきの微分方程式です、ね、どんな微分方程式だったかというと、DFDT=AF イコールというね、こんな微分方程式だったわけですが、これの一般解ですね、一般解はこうなりますよと。 で、C' っていうのを求めないといけないですね、次に。C' っていうのはどうやって求めるかというと、初期値によって決まります。今、初期値は A と置きました。A なんで、F、これの t のところに t イコール0を代入します。これね。t イコール0を代入するとこんな式が出てきて、で、e の0乗は、これは1なんで、これ C' なんで、C' イコール a ですから、結局、微分方程式の先の解っていうのは、a かける e の at になります。 A というのは1万円だったんですね。だから1万が来て、ここに0.01は小文字の A ですね。っていう、これがあの解になります。はい。だから、分割を無限に小さくして、ですね、利子を細かく細かく計算する、その極限を取れば、T 日後の借金というのは、こんな式で表されますよということが分かったわけですね。 で、これ、あの、この式から何が分かるのかというと、このですね、無限に利子を分割すると、その利子が正である限りもちろん。正である限り、借金 FT は発散します。ね、T が無限大って、これ、もう、借金無限大に発散します。T 無限大にするとね。でこういうことが一つわかるのと、あともう一つ、分割数 N を増やしても、各時刻で借金を無限に増やすことはできないと。 あのねえっと、分割数を細かく細かくすることによってあのどん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 利,あの利益が増大していくかというとそうではないと、まあ、いうことですね。R 上限値がありますよと各時刻にですねただあの時間が経っていくとどん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 無限に発散していくというのは同じです。